分子生物学の歴史は1930年代、生科学、遺伝学、微生物学、ウイルス学、物理学といった、以前は異なるものとされていた、生物学や物理学の様々な分野が収束することで始まった。最も基礎的なレベルで生命を理解するという願望を持っていた多くの物理学者や科学者たちも、 後に分子生物学となるものに対して関心を抱いていた。現代的な意味では分子生物学は生命現象を生み出す高分子の性質を出発点として生命現象を説明しようとする試みである。分子生物学者の研究の焦点となっているのはとりわけ2種類の高分子である。一つは拡散で中でも最も有名なものは遺伝子の構成要素である。 デオキシリボ拡酸である。もう一つは、タンパク質で、生命体の活性因子である。この比較的限定された定義でも、いわゆる、分子革命の時代を記述したり、少なくとも、最も基本的な発展についての年表を作成したりするには十分であろう。分子生物学という名称は1938年に、ロックフェラー財団のウォーレン・ウィーバーによって作られたものである。 分子生物学が最初に出現したとき、それは明確な分野というよりはむしろ、生命の物理学的、科学的な探索についての概念を表していた。1910年代のメンデルの法則に基づく、染色体説の出現と1920年代の原子理論と量子力学の成熟を受けて、このような探索が手の届くものを思われるようになった。ウィーバーらは、生物学、科学、 物理学を横断する研究を奨励し、ニールス・ボアやエルビン・シュレーディンガーといった著名な物理学者が、生物学的な施策へと関心を向けた。しかし1930年代や40年代には、どのような学際的研究が結実するかは全く、半然としなかった。コロイド科学、生物物理学、放射線生物学、結晶学や、その他の進行分野は、 すべて有望であるように思われた。1940年にジョージ・ビードルとエドワード・タータムは遺伝子とタンパク質の間の正確な関係の存在を実証した。遺伝学と生科学を結びつける実験の過程で彼らは研究対象を遺伝学の中心であった症状外からより適当なモデル生物である赤パンカビへと切り替えた。新たなモデル生物の構築と探索は 分子生物学の発展に繰り返し出現するテーマである。1944年にニューヨークのロックフェラー研究所に勤務していたオズワルド・アベリーは遺伝子が DNA から構成されていることを実証した。1952年、アルフレッド・ハーシーとマーサ・チェイスは細菌に感染するウイルスであるバクテリオファージの遺伝物質が DNA から構成されていることを確認した。 1953年、ジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックは DNA 分子の二重螺旋構造を発見した。1961年、フランソワ・ジャコブとジャック・モノオは、ある遺伝子の産物が他の遺伝子の末端の特定の部位に採用し、その発現を調節することを実証した。また彼らは DNA とそのタンパク質産物の間に中間物質が存在することを仮定し、 それをメッセンジャー RNA と呼んだ。1961年から1965年の間に DNA が持つ情報とタンパク質の構造との関係が決定された。そこには遺伝暗号と呼ばれるコードが存在し DNA 配列中の一連のヌクレオチドとタンパク質中の一連のアミノ酸の間の対応関係を作り出していた。分子生物学の主要な発見は わずか約25年の間に起こった。現在では遺伝子工学という名で総称されている新たなより高度な技術が誕生するにはもう15年を要し、これによって遺伝子、特に高等で複雑な生物の遺伝子の管理と特定が可能となった。生物学の歴史の文脈で分子革命の評価を行うとき、それが顕微鏡による 最初の観察から始まる長い過程の蓄積であることを指摘するのは容易である。初期の研究者たちの目的は、顕微鏡レベルで生体の構造を記述し、その機能を理解することであった。18世紀末以降、生命体を構成する化学物質の特定がますます大きな関心を集めるようになり、19世紀にはドイツの科学者、ユストス・フォン・リビッヒによって、 生理科学が誕生し、続く20世紀初頭には、これまたドイツの科学者、エデュアルト・ブフナーの貢献により生科学が誕生した。科学者の研究対象である分子と、光学顕微強化で観察される細胞核や染色体などの微細構造の間には、科学者、物理学者、ボルフガング・オストウィールドが無視された次元の世界と呼んだ不明瞭な領域が存在した。この 世界はコロイドによって占められており、その化学物質の構造や機能は明確には理解されていなかった。分子生物学の成功は科学者や物理学者によって開発された新技術を利用して未知の世界を探索することで得られたものであった。それらの技術には X 線解説、電子顕微鏡、超遠心、電気営動画などが含まれる。 これらを用いた研究によって、高分子の構造や機能が明らかにされていった。この過程における記念碑的な業績の一つは、1949年、ライナスポーリングによるもので、初めてカマジョウ積極症患者の特定の遺伝的変異が、個々のタンパク質、すなわち赤血球中のヘモグロビンの変化と関連付けられた。分子生物学の発展は、 20世紀の初めの30年間に大きな進展を遂げた2つの分野、生化学と遺伝学の出会いでもあった。生化学は生体を構成する分子の構造と機能を研究する分野である。1900年から1940年の間に消化の過程と糖などの栄養素の吸収といった代謝の中心的な過程が記述された。これらの過程の各段階は、 特定の酵素によって触媒される。酵素は血中に存在する抗体や筋収縮を担っているものと同じくタンパク質である。そのためタンパク質の研究、その構造や合成の研究が生科学者にとっての主要な目的の一つとなった。20世紀の初頭に発展した二つ目の生物学の分野は遺伝学である。1九百年の U-Gold f r カール・エリヒコレンス、エイリ・ヒフォン・チェルマクの研究によるメンデルの法則の再発見の後、トーマス・ハント・モーガンが1910年に遺伝学研究のモデル生物として黄色症状媒を採用したことで、この学問は具体化し始めた。その直後、モーガンは遺伝子が染色体に極在していることを示した。この発見の後も、彼は症状媒を用いた研究を継続し、 多数の他の研究グループとともに生命と個体発生における遺伝子の重要性を確証した。それにもかかわらず遺伝子の科学的実態とその作用機構は謎のままであった。分子生物学者たちは遺伝子とタンパク質の構造の決定とそれらの間の複雑な関係を記述することに尽力した。分子生物学の発展は思想史におけるある 種の必然性の結実であるだけでなく、未知、偶発性、評価の難しさのすべてを伴う特徴的な歴史的現象でもあった。20世紀初頭の物理学の顕著な発展によって、生物学の発展の相対的な遅れが浮き彫りになり、そこは経験的世界の知識探索の新たなフロンティアとなった。さらに、1940年代の軍事的急迫を、 受けて発展した情報理論とサイバネティクスは新たな生物学に多くのアイデアと特にメタファーをもたらした。生命の基本的機構の研究のためのモデルとして最近とそのウイルスであるバクテリオファージを選んだことはそれらは存在が知られている最も小さな生命体であることを考えるとほとんど自然な選択であった。このモデルの成功はとりわけドイツの物理学者 マックス・デルブリュックの名声と組織形成のセンスによるものである。彼はアメリカ国内でバクテリオファージの研究を専門的に行うファージグループという動的な研究グループを作り出した。新しい生物学の発展の地理的なパノラマはとりわけ先行研究による制約を受けていた。遺伝学が最も迅速に発展したアメリカ合衆国と高度で 先進的な遺伝学と生科学の研究が共存していたイギリスがその最前線にいた。物理学の革命の発祥地のドイツは世界で最先端の遺伝学と研究所を有しており、分子生物学の発展において主要な役割を果たすはずであった。しかし、歴史は異なる道を歩んだ。1933年のナチスの到来、そしてそれほど極端ではないものの、 ファシストイタリアにおける全体主義的措置の厳格化はユダヤ人とユダヤ人以外の多数の科学者の移住を引き起こした。彼らの大多数はアメリカやイギリスに逃げ、それらの国々の科学的な活力をさらに刺激することとなった。これらの動きのため分子生物学はその最初の段階から真に国際的な科学となった。DNA の研究は 分子生物学の中心である19世紀に作業していた生化学者たちは、まず細胞核から DNA と RNA を単理した。彼らは単理された核酸が多量体であることを比較的すぐに認識したが、ヌクレオチドが2つのタイプを含むことが理解されたのは後になってからであった。この後の発見によって DNA が RNA とは異なる物質として同定され、 その名称が付けられた。フリードリヒ・ヒミー・シェルは1869年に彼がヌクレインと呼ぶ物質を発見した。しばらく後に彼は現在では DNA として知られている物質の純粋な資料を鮭の精子から単理し、1889年に彼の弟子であるリヒャルト・アルトマンはそれを拡散と名付けた。この物質は 染色体にのみ存在することが判明した。1919年に、ロックフェラー研究所のフィーバスレビーンは、核酸の構成要素を同定し、それらがリン酸糖塩基の順に結合していることを示した。彼はこれらの単位をヌクレオチドと呼び、分子はヌクレオチドの単位が連結された紐から構成され、リン酸元が核単位を連結する主差であることを示唆した。 しかしレビンは、鎖は短く、一定の固定された順序で反復していると考えた。トルビョルン・カスペルソンと愛なるハマーソンは、DNA が多量体であることを示した。1927年、ニコライ・コルツオフは、遺伝形質は2つの共存の鎖からなる巨大な遺伝分子を介して遺伝し、それらは互いを異型として、反保存的複製を行うことを提唱した。 マックス・デルブリック、ニコライ・チモフィエ・フルソフスキー、カール・ツィマーは1935年に染色体は非常に巨大な分子であること、その構造は X 染色者によって変化すること、構造を変化させることで、その染色体によって支配される遺伝形質を変化させることができることを発表した。1937年にウィリアム・アストベリーは、 最初の DNA の X 線解説パターンを撮影した。彼は正確な構造を提唱することはできなかったものの、そのパターンは DNA が規則的な構造を持つこと、それゆえ構造がどのようなものであるかを導出することが可能であることを示していた。1943年、オズワルド・アベリーと科学者のチームは肺炎球菌の 滑らかなの形質が、荒い形質を持つ同種の細菌へ、単に死んだ S 型の細菌を生きた R 型の細菌へ与えるだけで移動することを発見した。極めて予想外なことに、生きた R 型の細菌は、新たな S 型の株へと形質転換したのであり、転換した S 型の形質は遺伝することが判明した。アベリーは、形質の移動の媒体を、形質転換因子と呼んだ。 彼は、それまで考えられていたようなタンパク質ではなく、DNA が形質転換因子であると同定した。彼は、本質的には、フレデリック・グリフィスの実験を再現していたのであった。1953年、アルフレッド・ハーシーとマーサ・チェイスは、T にファージを用いて、DNA が遺伝物質であることを実験的に示した。1950年代、 三つのグループが DNA の構造の決定を目標としていた。最初に手をつけたのはモーリス・ウィルキンスに率いられたキングス・カレッジ・ロンドンのグループで後にロザリンド・フランクリンが加わった。他のグループはケンブリッジ大学のフランシス・クリックとジェームズ・ワトソンのグループ。三つ目のグループはライナス・ポーリングに率いられたカリフォルニア工科大学のグループであった。クリックとワトソンは 金属の棒と玉を使って物理的なモデルを構築し基地のヌクレオチドの化学構造とヌクレオチドを連結する結合の位置をもとに組み立てていった。キングスカレッジではウィルキンスとフランクリンは DNA 繊維の X 線解説パターンを調査した。3つのグループのうちロンドンのグループだけが良質の解説パターンを作り出すことができ。 そのため構造に関する十分な量的なデータを生産するができた。1948年、ポーリングは多くのタンパク質が螺旋構造を含むことを発見した。ポーリングは X 線解説パターンと物理的なモデル構築からこの構造を導出した。また、後にポーリングはアストベリーのデータに基づいて見え螺旋からなる不正確な DNA 構造を提唱した。 ウィルキンスの初期の DNA の解説データにおいても、その構造が螺旋構造を伴うことは明らかだった。しかし、この洞察は始まりに過ぎなかった。何本の鎖が集まっているのか、その数はどの螺旋においても同一なのか、塩基は螺旋軸に向かっているのか、外を向いているのか、そして最終的には、すべての原子の座標と結合の角度の正確な値は、 どのようなものかという疑問が残っていた。このような疑問はワトソンとクリックのモデリングのモチベーションとなった。ワトソンとクリックはモデリングにおいて科学的そして生物学的に妥当であるように見えるものだけに限定することにした。それでもまだ可能性の幅は非常に広かった。ブレークスルーは1952年エルビンシャルガフがケンブリッジを訪れたことでもたらされ、 シャルガフが1947年に発表した実験の説明はクリックにひらめきをもたらした。シャルガフは4つのヌクレオチド比率は DNA 資料によって様々であるが特定のヌクレオチドのペアは常に同じ比率で存在していることを発見していた。クリックとワトソンが1953年に構築した DNA のモデルは1973年に大部分が 元々の部品を用いて再構築され、ロンドンのサイエンスミュージアムに寄贈された。フランクリンの X 線解説や他のデータ、そして延期がタイになっているという情報をもとに、ワトソンとクリックは1953年に DNA の分子構造の最初の正確なモデルに到達し、それは精査を行ったフランクリンによっても受け入れられた。 発見は1953年2月28日に発表され、最初のワトソン・クリック論文は1953年4月25日にネイチャー誌に掲載された。ワトソンとクリックが勤務していたキャベンディッシュ研究所の所長ローレンス・ブラックは1953年5月14日にロンドンのガイズ病院医学校で講演を行い、リッチー・カルダーによって ホワイユーアーユーニアラーシークレットオブライフと題された記事となって、ロンドンのニュースクロニクル誌に5月15日に掲載された。そのニュースは、翌日には、ニューヨークタイムズ誌の読者に届くこととなった。ビクター・ K ・マケルヒーニーは、電気、ワトソン &DNA、メイキング・エーサイエンティフィック・レボリューションのための調査中に、ロンドンから書かれた、ニューヨークタイムズ誌の5月16日付の ホームオブ、ライフユニット、インセルイズスキャンドという見出しの6段落の記事を発見した。この記事は早番に掲載されており、その後、より重要と思われる記事のスペースのために除かれた。ニューヨークタイムズ紙は、その後6月12日により長い記事を掲載した。ケンブリッジ大学の学生新聞も5月30日に発見に関する短い記事を掲載した。 1962年にワトソン、クリック、ウィルキンスは DNA の構造の決定の業績で合同でノーベル生理学、医学賞を受賞した。ワトソンとクリックのモデルは発表後すぐさま大きな関心を引いた。1953年2月21日に結論に達した後、ワトソンとクリックは2月28日に最初の発表を行った。 1957年の影響力のあるプレゼンテーションにおいて、クリックは DNA、RNA、タンパク質の間の関係を予言する分子生物学のセントラルドグマを提示し、配列仮説について明確に述べた。二重螺旋構造から暗示されていた複製のメカニズムの決定的な確証が続いて行われた。クリックと共同作業者の業績によって、 遺伝暗号がコドンと呼ばれる重複しない3つの塩基に基づいていることが示され、ハー・ゴビング・コラナラによって1966年に遺伝暗号が解読された。これらの発見は分子生物学の誕生を代表するものである。RNA の構造生物学の最初期の研究は多かれ少なかれ、1950年代初頭に DNA に行われた研究と一致していた。 ワトソンとクリックは1953年の重要な論文において、リボースの2くらいのひどろきシル元によるファンデルワールス的な混雑のため、RNA は彼らが提唱した、現在では B 型 DNA として知られているモデルと同一の構造を取ることはできないことを示唆した。このことから、RNA の3次元構造についての疑問が生じた。 この分子は何らかの螺旋構造を形成することができるのだろうかもしそうだとしたら、それはどんなものだろうか ?DNA の場合と同じく RNA の初期の構造的な研究は繊維解説実験のための内在 RNA 多量体の管理を中心に行われた。部分的には資料の不均質さのために初期の繊維解説パターンは大抵曖昧で、 容易に解釈することはできなかった。1955年、マリアンヌ・グリュンベール・マナゴラは、ポリヌクレオチドホスホリラーゼについて記述した論文を発表した。この構図は、ヌクレオチドにリン酸からリン酸を除去し、ヌクレオチドの多量体化を触媒した。この発見によって、均質なヌクレオチドの多量体を合成することが可能となり、それらを組み合わせて日本鎖の分子が作り出された。 これらの資料は、これまでに得られたものの中で最も容易に、解釈可能な繊維解説パターンを作り出し、まさしく塩基体を形成した日本グサリ RNA は、規則的なら、線構造で DNA で観察されたものとは異なる形状である、ことが示唆された。これらの結果は、RNA の様々な性質や傾向についての一連の調査への道を開いた。 1950年代後半から1960年代初頭にかけて RNA の構造に関する様々なトピックについて多数の論文が発表された。それらの中には RNADNA のハイブリッド、ミモトサ RNA、螺旋状に配置されたニヌクレオチドの RNA の小スケールの結晶構造までもが含まれていた。 RNA 構造生物学の初期の研究に関する、より詳細なレビューとしては、アレクサンダー・リッチによる、ザエラ・オブ・ RNA ・アウェイクニング、ストラクチュアル・バイオロジー・オブ・ RNA ・イン・ザ・アーリー・イヤーズが挙げられる。1960年代中盤には、タンパク質合成におけるトレナの役割が、精力的に研究されていた。この時点では、 リボソームがタンパク質合成に関与することが示唆されており、これらの構造を形成するためには、メッセンジャー RNA の鎖が必要であることが示されていた。1964年に発表された論文において、ジョハッサン、R ・ワーナーとリッチは、タンパク質合成活性のあるリボソームは、AAV と PV に、 トレナ分子を含んでいることを示し、これらの分子がペプチド定位反応を助けるという概念について議論した。しかし、かなりの生、科学的な正常解析が行われたにもかかわらず、トレナの機能の構造基盤は謎のままであった。1965年ロバート W ホリーラは初めてトレナ分子を生成してシーケンシングを行い、分子の特定の領域が ステムループ構造を形成することに基づいてトレナがクローバー型の構造を取ることを提唱した。トレナの単理は RNA 構造生物学における最初の大きな棚ボタであった。ホリーの発表の後、多数の研究者が結晶学的な研究のためにトレナの単理を行い始め、分子の単理の技術を改善していった。1968年までに いくつかのグループがトレナの結晶を作り出していたが、品質的な限界のため、これらから構造決定に必要な分解能のデータを得ることはできなかった。1971年、木村がブレークスルーを起こし、スペルミンを用いることで2、3の分解能で解説する酵母トレナフィーの結晶を作り出した。天然に存在するポリアミンであるスペルミンはトレナに結合して安定化した。 しかし、適当な結晶があるにもかかわらず、トレナフィエの構造がすぐに高分解能で解かれたわけではなかった。むしろ、重金属誘導体を利用する先駆的研究と分子全体の高品質な電子密度マップを作成することにより多くの時間がかかった。1973年、木村はトレナ分子の4分解能のマップを作り出し、 分子の主査を完全に明確にたどることができた。様々な研究者が構造の改善を試みるにつれて塩基の対応やスタッキング相互作用はますます徹底的に明らかにされ発表された分子構造が検証されていった。トレナフィエの構造は拡散構造の分野で特筆に値するものである。というのもそれは RNA であれ DNA であれ 調査の拡散で最初に解かれた構造であり、リチャード・ E ・リッカーソンが B 型 DNA12 両体の構造を解く10年近く前のことであった。また、トレナフィーは RNA の構造で見られる三次元的な相互作用の多くを示していた。それらの分類と完全な理解には数年を要し、すべての将来的な RNA 構造研究に基盤を提供するものであった。 最初のトレナの構造の後のかなりの期間、RNA 構造の分野に劇的な進展は生じなかった。RNA 構造の研究は標的となる RNA を単理できるかどうかに依存していた。このことは長年この分野の限界となっており、リボソームなどの基地の標的は単理や結晶化が格段に困難であった。さらに、興味深い他の RNA 標的がターンに、 見つかっていない、または興味深いと思えるほどに十分に理解されていないために構造的な研究を行う対象も不足していた。そのためトレナフィーの構造の最初の発表の後の約20年は、こんの一握りの他の RNA 標的の構造が解かれただけであり、それらのほとんどはトレナファミリーに属するものであった。この不運な機械不足は最終的には 拡散研究の二つ大きな前進によって克服されることとなった。リボザイムの同定と、それらのインビトロ転写による生産技術である。テトラヒメナのグループアイ,イントロンが自己触媒を行うリボザイムであることを示唆する発表をトーマス・チェックが行った後、シドニー・アルトマンのリボヌクレアーゼ・プラナによる触媒の報告など、 いくつかの他の触媒性 RNA が1980年代後半に同定され、その中にはハンマーヘッド型リボザイムも含まれていた。1994年、マッケーラはハンマーヘッド型 RNA、DNA リボザイムマイナス阻害剤複合体の2.6分解能の構造を発表した。それは、自己触媒活性をリボザイムが DNA の基質と結合することで中断した。 構造であったこの論文で発表されたリボザイムのコンフォメーションはいくつかの可能な状態のうちの一つであることが最終的には示された。この資料は触媒的に不活性であったもののその後活性状態の構造が解明された。この構造に続いてジェニファー・ダウトナによってテトラ・ヒメナのグループアイントロンの P4P6 ドメインの構造が発表された。これは チェックによって有名になったリボザイムの断片である。この論文のタイトルの2番目の句として用いられた Principles of RNA Packing はこれら2つの構造の価値を適切に表現していた。詳しく記述されたトレナの構造とトレナファミリー外の球状 RNA の構造の比較が初めて可能となったのである。これによって r n a 三次元構造の分類の枠組みが 作られた現在ではモチーフフォールドや様々な局所的な安定化相互作用化の保存性を提案することが可能であるこれらの構造とそれらからの示唆についてのレビューとしてはダウドナとフェレイディアマレイによる RNA ホールズインサイツフロムリーセントクリスタルストラクチャーズを参照のこと結晶学によってなされた 全体構造の決定における進歩に加えて、1990年代の初頭には NMR が RNA 構造生物学の強力な技術として実装されることとなった。大きなリボザイムの構造が結晶学的手法によって解かれるとともに、多数の小さな RNA や薬剤やペプチドと複合体を形成した RNA の構造が NMR を利用して解かれた。 加えて、現在では NMR は結晶構造を精査し保管するものとしても利用されている。その一例は1997年に発表されたテトラループレセプター単独の構造決定において示されている。このような精査によって大きな RNA 分子の全体的なフォールドを安定化している塩基体形成や塩基のスタッキング相互作用をより正確に 特徴づけることが可能となった。RNA の三次元構造モチーフを理解することの重要性はミヒエルとコスタがテトラループモチーフを同定した論文において予言的に記されている。自らフォールディングを行う RNA 分子が比較的少数の三次元モチーフのみを集中的に使用していたとしても驚くには当たらない。これらのモチーフの同定は モデリングの試みに大いに役立つだろう。そして大きな RNA の結晶化が困難な課題である限り必要であり続けるだろう。1990年代中盤からの RNA 構造生物学の再高は拡散構造研究の分野に紛れもなく爆発的拡大をもたらした。ハンマーヘッドリボザイムと P4 から6の構造の発表以降。 多数の大きな貢献がこの分野になされた。最も注目すべき例としては、グループアイ,イントロンとグループ2イントロン、トマスエース対イツの研究室のネナドバンラによって解かれたリボソームの構造がある。これらの中には、インビトロ転写によって生産されたものが含まれること、NMR によって部分構造の精査が行われたことは特筆すべきで、あり、両方の技術が、 RNA 研究に不可欠であることの証となっている。2009年には、リボソームの構造に関する業績によって、アダ・ヨナス、ベンカ・トラマン・ラマクリシュナン、トマス・エースタイツが、ノーベル化学賞を受賞し、現代の分子生物学における RNA 構造生物学の大きな役割が示されている。タンパク質は、18世紀にアントワーヌド・フルクロワラによって、 生体分子のクラスとして明確に認識されていた。このクラスのメンバーは熱や酸などの様々な処理によって凝集した、凝積したりする性質によって認識されていた。19世紀の初めによく知られていた例としては、卵白に由来するアルブメン、血性のアルブミン、フィブリン、小麦のグルテンなどがあった。イエンス・ベルセリウスの助言のもと、オランダの科学者、 ヨハンネス・ムルデルはよく知られた動物や植物のタンパク質の元素分析を行った。驚くべきことに、すべてのタンパク質がほぼ同じ実験式、およそ C400H620N100O120 で表され、それに加えて固有の用途、林原子を含んでいた。ムルデルは彼の発見を2本の論文で発表し、 これらのタンパク質には一つの基本的な物質が存在し、それは植物で合成されて消化によって動物に吸収されるという仮説を立てた。早くからのこの理論の支持者であったベルセリウスは1838年7月10日付の手紙の中でこの物質が動物の栄養の主要な物質であるように思われることからギリシャ語で 主要ななどの意味を持つパイローオメガタウイプシロニオタに由来するプロテインという名称を提案した。ムルデルはアミノ酸のロイシンなどのタンパク質分解産物の同定を行い、その分子量について131という値を得た。ムルデルの分析によって示唆されていた分子量の加減は約9キロであり、当時研究されていた分子の数百倍は大きい値であった。 それゆえ、タンパク質の化学構造は、1949年にフレデリック・サンガーがインスリンのアミノ酸配列を明らかにするまで活発な研究領域とはならなかった。タンパク質がアミノ酸がペプチド結合で連結された多量体であるという理論は、フランツ・ホフマイスターとエミール・フィッシャーによって1902年の同じ会議において独立して同時に提唱された。 しかし一部の科学者は、そのような、長い高分子が、溶液中で安定していることに回帰的であった。その結果、タンパク質の一時構造について、タンパク質は低分子の集合体であるとする、コロイド仮説、ドロシーギンチのシクロール仮説、エミール・アブデル・ハルデンのジケト・ピペラジン仮説、エヌトロン・セガー・アードのピロール、ピペリジン仮説など、代替的な理論が多数提唱された。 これらの理論の大部分は、タンパク質の分解によって、ペプチドやアミノ酸が生じるという事実を説明することが困難であった。最終的に、タンパク質は明確な素性を持つ、高分子であることが、テオドールスベドベリによって分析超遠心を用いて示され、その分子量が測定された。タンパク質の一部は、 このような高分子が非共有結合的に結合したものである可能性がギルバート・スミッソン・アデアによるヘモグロビンの浸透圧の測定によって示され、後にフレデリック・エム・リチャーズのリボヌクレア・ゼースの研究においても示された。タンパク質の質量分析は長く翻訳語就職を同定する有用な技術であったが、近年ではタンパク質の構造を探索する目的でも、 利用されている。ほとんどのタンパク質は現代の技術を用いてもミリグラム以上の量の生成には困難が伴う。そのため初期の研究は血液や卵白のタンパク質、様々な毒素、土地区上で得られる消化、代謝酵素など大量に生成を行えるものに焦点を当てていた。第二次世界大戦中、兵士の生存を助けるための血液タンパク質の 生成を目的としたエドウィン・ジョゼフ・コーンに率いられたプロジェクトによって多くのタンパク質生成技術が開発された。1950年代後半にはアーマーカンパニーが 1kg の純粋な牛水蔵リボヌクレアーゼ A を生成し世界中の科学者が低価格で利用できるようにした。この気前の良い行動によってリボヌクレアーゼ A はその後の 数十年間基礎研究で用いられる主要なタンパク質となり、いくつかのノーベル賞がもたらされた。タンパク質のフォールディングの研究は、ハリエット・チックとチャールズ・ジェームス・マーティンがタンパク質の業績が二つの異なる過程からなることを示した1910年の有名な論文に始まる。溶液からのタンパク質の沈殿の前には変性と呼ばれる別の過程が起こり、その過程で、 タンパク質は極めて可用性が低くなり、高素活性を失い、科学的な反応性が高くなる。1920年代の中盤、モーティマー・ルイス・アンソンとアルフレッド・ミルスキーは、編成が、可逆的な過程であると提唱した。それは、正しい仮説であったが、はじめは一部の科学者に、ゆで卵を元に戻すと揶揄された。また、アンソンは、編成は二状態の過程であり、 一つの大きな分子的な転換が可用性、高素化性、化学的反応性に劇的な変化をもたらすことを示唆した。さらに彼は変性に伴う自由エネルギーの変化は通常の化学反応に伴うものよりもずっと小さいことを指摘した。1929年5件は変性はタンパク質のアンフォールディング過程であり、アミノ酸即座の溶媒への露出を引き起こす。 コンフォーメーション変化であるという仮説を立てた。この仮説によると、脂肪族で反応性の高い側差が溶媒に露出することで、タンパク質は可用性が低く反応性が高い状態となり、特定のコンフォーメーションが失われることで、酵素活性は失われる。相当な妥当性があったものの、タンパク質の構造や酵素学の知見は乏しく、可用性、酵素活性、 科学的反応性の変化を説明する他の因子が存在する可能性があったため、この仮説はすぐには受け入れられなかった。1960年代初頭、クリスチャン・アンフィンセンは、リボヌクレアーゼへのホールディングが他の外的な保因子を必要としない完全に可逆的な過程であることを示し、ホールディングした状態がタンパク質の最小自由エネルギー状態であるという、 熱力学仮説を確証した。タンパク質のホールディングの仮説に続いて、ホールディングしたタンパク質構造を安定化する物理的な相互作用の研究が行われた。素水性相互作用が重要な役割を果たすという仮説がドロシー・リンチとアービング・ラング・ミューアによって彼女のシクロール構造を安定化する機構として提唱された。ジョン・デスモンド・バナールらの指示が得られたものの、 この仮説は1930年代にライナス・ポーリングらによって反証されたシクロール仮説と共に却下された。代わりにポーリングはウィリアム・アストベリーによって1933年に最初に推し進められたタンパク質構造は主に水素結合によって安定化されているという考えを指示した。驚くべきことにポーリングの水素結合に関する誤った理論は アルファーヘリックスやベータシートといったタンパク質の二次構造要素についての正しいモデルをもたらした。素水性相互作用が正当な名声を回復したのはカイウルリクリンラングの研究に一部基づいてなされたウォルタ・カウスマンによる編成に関する1959年の有名な論文によってであった。タンパク質のイオン性の性質はビューラム、ウェーバー、 ティセリウスによって示されていたが、リンラングは電下は、一般的に溶媒と接触可能であり、互いには結合していないことを1949年に示した。球状タンパク質の二次構造や、低分解能の三次元構造は、初期は、分析超遠心や流動複屈折などの流体力学的手法で調べられていた。炎変光二色性、傾向、禁止外。 赤外吸収などのタンパク質を精査する文工学的手法が1950年代に発達した。タンパク質の原子分解能の構造は X 線結晶構造解析によって1960年代に NMR によって1980年代に初めて解かれた。2006年の段階でタンパク質構造データバンクには4万近くのタンパク質の原子分解能の構造が 登録されている。より近年では、巨大な高分子複合体の位を電子顕微鏡解析や小さなタンパク質ドメインの構造予測が原子分解能に到達するための2つの手法として登場している。ありがとうございます。